皆さん、こんにちは。私は徳島市立徳島城博物館の館長の根津久夫と申します。これより徳島藩の伊賀市、伊賀物をステータスシンボルとした侍たちということでお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは始めさせていただきます。徳島藩の伊賀市でございます。えー、初めに、えー、徳島藩には伊賀市や伊賀者と呼ばれた武士がおりました。えー、彼らの屋敷が集まったのが、えー、現代の、まあ、伊賀町、えー伊賀市、昔は伊賀市長と呼びました。 徳島でも少ないわけでございます。ここでは伊賀市をめぐる歴史を明らかにしつつ、えー、徳島藩における、えー、伊賀について考えてみたいというふうに思います。これはあの参考なんでございますが、実はあの江戸時代の初めに阿波に潜入した温密がおりました。寛永三年 （1626 年） 16年に九州、翌寛永四年には四国に ええ、幕府の隠密が、潜入しまして、まあ、その報告書を残しております。現代では、あの、甲賀市の水口図書館に、これ所蔵されております。これはだから、伊賀ものじゃなくて、甲賀ものなのかなと思うんですけれども。えー、四国には、実は、あの、報告書とは別にですね、絵図が作成されております。ええー、寛永四年、千六百二十七年の、阿波国の報告書では、えー、まあ、具体的に、こう。 徳島藩の軍事や政治経済状況が記されていてまあ、大変興味深いんですけれども、えー、と多大名と比べて圧倒的な鉄砲数鉄砲の数が報告されています徳島藩八塚家は2000兆を所有しているまあ、次に多いのがお隣の土佐の山内家でございましてそれが500兆とか600兆ということでまあ、圧倒的な数を保有していた鉄砲王国だったとっいうことがこの隠密の報告書でわかります 阿波の国徳島城図は実はあの徳島城下たくさん絵図があるんですがその最古の城下絵図となっております徳島城博物館の図録や徳島市史第6巻でこの隠密の報告書は公開されておりますこれが右側が徳島市史でまだ最近出たばっかりですけれどもこの中に、えー、その隠密の報告書がまあ、えー、徳島、えー、の国分だけですけれども えー、全文報告されております,報告されておりますそれからお隣があ真ん中が徳島城下絵図それから四国の大名というところで、まあ、このように、えー、と隠密の報告書と絵図が絵図、えー、を掲載しております。でえー、ちょっと前置きをさせていただきましたが、えー、これからあの伊賀について伊賀市についてお話ししたいと思います。 まあこれ、伊賀町でございます。現在では伊賀町といいまして、えー、徳島市の中心部に、美山という山がございます。その北陸に展開しております。あこれ今、写真はですね、えー、突き当たりに見えますのが清見山といいまして、だから西から東に向かって、東に向かって見ている風景なんですけれども、美山がこの右上のところにあります。現在では静かな、閑、ま、静、あ、な住宅街となっております。正面は清見山になります。 これはもう反対の方、西側を見た風景ですが、左手の方に大きな山が見えますが、これが眉の山と書いて、微山でございます。まあ、あの、このまっすぐの道が、あその伊賀市長、伊賀町になります、えー。伊賀町を開いたというか、城下町を開いたのが、天、え、正、ー、13年、1585年に、えー、阿波の国を拝領しました、蜂塚家政。 有名なコロク、ハチスカコロクの息子になります。あ実はこの家政も1585年に阿波に入った頃はコロクと名乗っておりまして、まあ、ハチスカ家の通称、まあ、コロクがハチスカ家の通称だったということがわかります。家政は1558年に生まれて、ですから関ヶ原の戦いの頃43歳だったという人物で、大変長命で81歳で亡くなります。家政がこの えー、元は命と呼ばれたこの徳島をですね著書、えー、と定めて、えー、徳島と地名を改めまして、えー、町づくりを進みます。まあ、徳島城を築いてその周辺に城下町を建設,建設したというのが八塚家政になります。右側の写真がございますがこれはあの関ヶ原の戦い慶長5年1600年の時に隠、えー、居して高野山に入りますのでこの、えー まあ彫定と言いますか、えー、髪の毛を下ろした姿あのー、になっておりますこれがあのー、明治の初めの徳島城の古写真でございます徳島城の建物は、えー、と残っておりません屋根などはすべて明治の初めに解体されて残っておりません四国はそうですね古いお城宇和島とか 高知とか松山とか丸亀とか古いお城、天守が残っておりますが、徳島城はまあ建物残ってないんです。で、まあ、こんもりとした山が城山になっておりまして、すぐそのふもと左側に大きな門がございますが、これが和紙の門といいますあの。鳥の和紙ですね。で、和紙を買うことを名目にして設けられたのがこの和紙の門になっておりまして。 これはあの昭和20年の空襲で焼け落ちたんですが、平成元年に復元されて、今、平成版の和紙の門が建っております。その和紙の門の右側には、角っこにちょうど、えー、と石垣の角っこ、まあ、石垣の下には堀になってるんですが、えー、とこの角っこに櫓、ね、がありまして、これが月見櫓ですね。 まあ、お月見をしたなんていうんですけれどもそういうのどかな名称もあるんですが軍勢の到着を見たという、まあ、月見櫓でございます、えー。徳島城はこういう古写真とか絵図によりますと白壁ではなくてこういう見下見板割りみたいなそういうオールドスタイルの、まあ、を踏襲したお城だったようでございます。この月の月見左上に 白い小さな屋根が見えますが、これが徳島城の天守でございます。えー、東二の丸、標高約40メートル、白山自身が標高61メートルなんですが、一段下がった東二の丸のところに、えー、この3階建ての天守があったということでございます。これがあの明治の初めの徳島城の様子になります。これは現代の、えー、徳島城の様子ですね。左側にあります大きな門が、これが和紙の門になります。 え普段は門が開いておりますそれからすぐ右手の方には石垣が回っておりまして、えー、青石のまあ青石の石垣ですねで白、えー、山標高6 1メートルの白、まあ、山が見えます白山の一角には私どもおります徳島城博物館がございますこれがあの大手の徳島城の大手になります これが下城橋と言い,いまして乗り物を降りるということで、昔はあの木製の橋で太鼓型だったんですが、えー、明治の終わりにえこのようにまあ水平の石製、花崗岩製の橋になっております。えー、堀は今でも残っております。それからこの見ていただきますと、突き当たりにこの石垣、これも今では残っております。す、え、べ、ー、て青石でえ築かれているというのがまあ徳島城の魅力でございます。 城下町徳島でございます吉野川の支流大小河川の乱流する中洲にできたのがこの城下町徳島でございます。そのため徳島福島、城山島などと島地名が多いっていうのが特徴でございます。こういう大小河川をです、ね、水上の道として活用して大発展していったとっいうのが城下町徳島の歴史になります。明治22年、年には まあ市政が施行されました全国に市が誕生したわけでございますがその時に徳島市も誕生したわけですけれども明治22年のまあ人口は、えー、まあ大体約6万人だったんですが全国でも10位の人口を誇る都市に成長しておりましたこれがあの阿波名所図影ですね大体1800年の頃、まあ、19世紀の初めに刊行された阿波名所図影 に着力されたものでございますビザンと見えます。見えー、突き当たりにこう、ビザンと記されておりますが、これがあの現在では徳島市のシンボルになっておりますが、えー、城下町の一番の南になってまして、まあ、ビザンの南麓に城下町が展開している。まあ、大きな橋がございますが、手前に橋がございますが、これが新町橋。すなわち えー、手前が内町橋の向こう側は新町になりますが、えー、内町と新町をつなぐのがこの新町橋になりますまあその間にかかるのがその間に流れているのが新町川になります、えー、手前がだから内町の手前側はお城になります徳島城になりますで、えー、こういう川を見ていただきますとこの対向、まあ、型でその下を船が通ったりとかするわけですけれども この石,、えー、石垣を見ていただきますと、こう川に降りる石段が見えますが、これがあの船着き場になっております。えー、ここに船をつけて、物資の積み上げ、積み下ろしをしたということで、えー、内町、新町、まあ、栄えております。それから新町の南側には寺町というのがございまして、えー、ここにお寺が集められているということになります。これはあの新町川の風景で、これ近代になってからです。 これは徳島なんです。徳島市の写真です。えー、こうやって船を浮かべて物資を運ぶ。それから白い,白い蔵がございますが、これが藍蔵でございます。阿波藍と言い,いまして、吉野川流域で藍作が行われておりまして、この藍作によって、えー、徳島は繁栄していたわけですけれども、城下町にこういう藍を収めた蔵がございまして、徳島の町の繁栄 の象徴するようでございます。えー、川によって、まあ、えー、こういう物資を運んでいた様子っていうのが、この小写真からもよくわかります。これが、あの、城下町の土地利用図になります。これは徳島大学の平井翔吾先生が作図された図面になります。で、えー と点々が侍屋敷、徳島城、城山と書いておりまして、それを同心円状にこう包むような形で侍屋敷が展開しております、まあ。助藤川とか、城山のすぐ上、北側が助藤川、それから城山のやや下の方を見ていただくと新町川という大きな流れがございますあ。ちなみに今、吉野川というのはございますが、吉野川はずっと助藤川よりもずっと上の城下町の外れですね。 これが現代の吉野川になります。昔はベック川と言っておりまして。さらにベック川の北側に吉野川があったわけですが、だん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 吉野川の本流が水が少なくなってまいりまして、ベック川の方に水が含まるようになりましたので、現代ではベック川が吉野川になっております。まあ吉野川のまあ下流域に発達した、展開したのがこの城下町徳島になります。まあスケトウ川新町があります。 えー、それから白山を中心として黒いのが、ま、町屋敷、助島、内町、新町それから福島町、えー、左手の方、う、硫街道に沿って佐古町がございます。それから眉、えー、山のふもとにはお寺が24か所ありまして寺町を形成しております。えー、っとそうですね。 右手の方、川に、まあ、海に近い方ですね、右手の方、まあ、東側は水軍のエリアとなっておりまして、船屋敷とか、それから沖の巣浦なんていうのが見えますが、これはあの船をこぐ過去の屋敷が集められた場所になります。で、これからお話し取りていきます、伊賀町なんですが、この、えー、町人地の新町という場所がございますが、新町見ていただけるかと思いますが、 えー、眉山のふもとになります。寺町がこうあった。寺町のそうですね、下側、まあ、東側になりますが、えー、あ、南側になりますが、えっ、ー、と、西富田っていうのが見えます。まあ、土佐街道。えー、お隣の土佐の国に至る土佐街道ですが、その西富田の一角にですね、伊賀町がございます。ですから、この図を見ていただくと、城山の、そうですね、徳島城の そうですね、南側の一角に富田がありまして、その一つに、まあ、これからお話しする伊賀町がございます。伊賀町です。えー、江戸時代から昭和15年、まあ、1940年ですけど、1940年頃までは伊賀市町とれて、あ後でもご紹介いたしますが、あ徳島藩、えー、阿波の国の伊賀者はですね、侍なんです。それなんで、伊賀市と呼ばれています。 で彼らの屋敷が置かれてたので、伊賀市町と言います。えー、リザン山の登録に南北に続く武家町になります。西富田の、まあ、に一番、まあ、西端になります。伊賀市、伊賀州という価値格の武士の屋敷が置かれた場所になります。だから、伊賀市とか伊賀州、あるいは伊賀とかって呼ばれるんですが、それ彼らは価、ま、値、あ、という、まあそうですね、武士でも 火球、ね、に当たるんでしょうけれどもそういう武士たちでございましてその屋敷が置かれた場所になります江戸時代の初め寛永8年から13年の様子を描きます忠輔様御代御三家画図というものがございますこれはあの東京の国文学研究資料館八塚家文城の中にある絵図でございまして忠輔様というのは徳島藩の二代藩主八塚忠輔の時代に 様子を示す図面でございますが、あの富田地区っていうのが、えー、まだこの段階ではないんですね。先ほどの土地利用図で見ますと、富田、西富田、東富田って分かれてるんですが、江戸時代の初めには富田地区がまだ開発されていないということです。えー、まだあの、えー、と江戸時代の初めには徳島の城下町はですね大変小さくてですね、えー、富田まで 発展していなかったんですそれはなぜかというと徳島城以外に阿波の国に9つの城を設けて重臣たちを配置して支配させたという阿波九条体制というか阿波九条制をとっておりましたので城下町徳島の,です、ね、なんていうの集約性というか集中性が低かったんですねちょうど寛永の終わりごろ、えーまあ、徳島ではあの寛永の一国一条例 徳島藩ではですね、元和元年の一国一条令に加えて、寛永15年にも一国一条令が出されたと、まあ、徳島藩側は認識しておりまして、幕府老中の,幕府老中のです、ね、城割をです、ねまあ、一国一条令と捉えて認識しまして、寛永15年にあの阿波国内にあった、えー、徳島城以外の9つの城を、まあえー まあ、破却いたしましまて現地に赴任しておりました重臣たちを徳島の町に集めてまいりますのでちょうど寛永年間の終わりにですねこの富田地区をはじめとしていろんな城下町のが広がって城下町が、まあ、拡大していったということになりますですから忠輝様御代御三家画図と、えー、その後に描かれた阿波国命城下の絵図と比べますと随分城下町の範囲が城下町の範囲が 広ががっているっているととうこわかります、えー、天南3年、まあえー、17世紀の後半になりますが、えー、そこではあの城下町がかなり拡大しまして、えー、お香のものって書いてますが、これ、歩き、価値ですね。この屋敷地が、えー、後半に見て取ることができます、えー。17世紀の中ぐらい、1650年から60年頃には、この富田地区。 まあ具体的にと伊賀町が成立したのではないかというふうに考えております。これがあの今申し上げた阿波国命浄化の絵図の拡大部分図でございます。これ西富田というのが今中央の右下、一番真ん中下のところに西富田の字が見えます。上の方の山はですね、これ離山でございます、えーっと。右上の方にお寺がありますのがこれが随岩寺。 左の端にありますのが、これ観音寺、清美の観音寺といいますがえ、黄色いのが道になります。で、この図でいうと、一番山手に近い、こう、右から左、左から右にこう流れている、横、こう、当たっているのが、これが伊賀町になります。ここでは、こう、古文書ですけど、崩されておりますが、歩行のものって見えます。これは価勝の屋敷ですね。これがもう、えー、1680年代には、 この図は1680年代ですけれども、こういう町割りが成立していたということがわかります。えっ、ー、と皆さんでも、実は徳島の城下町についてあの知っていただくことができます、えー。町歩きアプリ、城下町徳島歴史散歩というものを、平成29年の4月から徳島城博物館のホームページで公開しております。 えー、絵図と地図を現在地に表示することができて、過去と現在を比較しながら街歩きするということができます。もちろん街歩きをしなくても、皆さんのお宅にいながらですね、徳島の町の歴史とか文化を知ることができます。城下町の地図に200か所ポイントを立候補しておりまして、それをクリックしていただきますと、200字の説明文と写真や絵画が現れてまいります。ちょっと具体的に見ていただきましょう。 こういう形で徳島城博物館、徳島市の徳島城博物館のホームページがございましてあ、そうですね、真ん中あたりに見ていただいてますが、城下町徳島歴史散歩というウェブサイトがございまして、ウェブサイトはこちらから、城下町徳島歴史散歩外部サイトっていうところをクリック押していただきますとですね、えー、こういうふうに、こういう画面がございます。随分こう、点々があってあ、ポイントがあって見づらいんですけれども。 ベースになるこれ図面はですね、5メートルの図面でございまして、えー、まあ江戸時代の住宅地図みたいなものですね。まあ、中央上のところにお城がございまして、お城の様子もよく見ていただけるんで、城好きの方は、これ、ぜひご覧になってみてください。それから赤い色、朱色に見えるところが町人地です。えー、それから白いところが武家地になっております。 これが、左側がビザになっておりまして、ちょうど、あの、えっ、ー、と、伊賀町のあたり、こう、照らし出しているところでございます。えー、山沿いはですね、神社とか、それからお寺がございます。八万、八万宮とありますが、これ、富田八万宮だったりとかします。えー、一番山手に近い、えー、縦の道が、これが伊賀町です。その右側が弓町だったりとか、登町とかっていうふうに。まあ、弓町とか登町は足軽の住む、 町になっています。足軽の組屋敷になっています。で、眉山の麓、えー、伊賀町のところは、まあ、侍たちの住む場所になっています。えー、そうですね。今、青色が左側の地図の中に、絵図の中に青色のポイントがありますが、そこをクリックしますと、まあ、パソコンでマウスをクリックしていただくと、右側のように説明が出てきたりとか、写真が出てまいります。 伊賀町の歴史について、まあ、簡単に、まあ、200地図程度ですね。それから参考資料なんかもこう上がってまいります。もちろん絵図なんかはアップして見ることができますし、さらには、えー、そうですね、昭和の10年の頃の、まあ、地図なんかも見ていただきます。あこれは説明になります。説明と写真あの、今の写真ですね。説明と写真がご覧いただけるというところです。これは昭和10年の頃の えーと地図ですこれはあの絵図とか地図を選択していただくと切り替わります。それからインターネットにつないでいただくと現代の地図も見て取れますので伊賀町が現代の地図に置き換える伊賀町の場所を現代の地図に置き換えることもできますで。昔の昭和10年とか江戸時代の終わり頃の絵図も見ていただけるということになります。こここではこう図ののの中央のです、ね、上のところ伊賀町 それからその隣が弓町、上り町、大道、高城町なんていう、その地名が見て取れます。高、え、刈、ー、りに使う高を調教した侍たちが、侍たちの屋敷が与えられていたので、高城町ですね。大道は、これは土佐街道になります、えー。その名の通り大きな道になっています。上り町、弓町は、上りを持つ、旗を持つ、 えー、足軽たち、弓を持つ弓足軽たちの屋敷が、組屋敷がある。そしてその隣にありますのが伊賀町ということで、えー、これからお話しいたします、えー、伊賀市たちの、えー、屋敷が置かれたところになるわけです。伊賀町です。まあ、昔は伊賀市町といいます。文学年1812年の島々町名改め目録。これは国文学研究資料館、八塚家文書です。 えー、ここに伊賀市長と見ることができます。えー、八つかけ文書、国文学研究資料館の八つかけ文書もパソコン、まあ、インターネットをお使いの方は、えー、ウェブ上で公開されておりますので、八つかけ文書あのこういう古文書はご覧になることができます。えー、ぜひ原点もあの見ていただくと いく古文書を見ていただくといいかなと思います。この島々町名改め目録は、武家地を管理した不信奉行が作成し、藩に提出した文書になります。不信奉行とか作事奉行。作事は木工事、不信は土木工事っていうんですけれども、不信奉行はこういう武家地の管理を行うっていうのが不信奉行の仕事になります。この不信奉行が作成し提出した古文書になります。地区ごとに えー、例えば徳島地区とか福島地区とか西富田地区とかっていう形で武家地の地名と範囲を書いてでそれからさらに新しくできた地名なんかを示しているっていうのが島々町名改め目録になりますで伊賀町ではどう書いてあるかというと伊賀市町と書いてありまして瑞岩寺門前院より観音寺境までと言いました 先ほどあの絵図のところで見ていただきましたが、瑞岩寺というお寺、これは現在もございます。門前から観音寺、これも現在でもございますけれども、えー、この瑞岩寺から観音寺に至る道筋のことを東町と呼ばれていたということになります。これはあの、まあ、まだ他にも古いこの地名を表したものがあるかもしれませんけれども、東町という地名が、まあ そうですね、関係の限りですけれども、初めて出てきたという、そういう文書でございます。昭和15年には伊賀町という形に変わってまいります。で、2番目、武元町から見た伊賀市になります。こういう、あの、侍たちの、えー、そうですね、侍たちの、まあ、リストなんですけれども、 これは、あの居住、居住地ごとに、こういう編集されていて、まあ、えー、地上高とか、縁前、六高をですね、こう書いて、名前を書いているっていうのが、この武言町になるわけでございます。これ見ていただくと、伊賀市町、北寄っていうことが見えますね。六、えー、人十一国、田、長浜、農、え、田、ー、の、まあ、吉田でしょうかね。見えます。 で立って書いてますから、これは実は伊賀じゃなくて、まあ、高城じゃないかなと思うんですけど、ね、ずっと左側の方を見ていただきますと、えー、森脇伊之助、まあ、3人6国梶田随作の隣ですね、左側の方、6人19国、京増と見えますけれども、えー、伊賀、赤い字で伊賀って書いてありました、森脇伊之助、えー、それからその隣が3人8国。 これも伊賀って書いてありますね。坂田直之助。一人飛ばして三人八国。伊賀大島半十郎。えー、それから三人八国。伊賀坂田神之城。それから五人十六国。京正。伊賀小沢金助。とあります。えー、三丁目。伊賀市長三丁目のことでございましょう。 えー、その4人目、3人8国伊賀、平井、目三郎というふうに見えます。これあの赤いのは、えー、そうですね、侍たちのランクを示しておりまして、伊賀とか高城とか、中五将とか、えー、小武行閣とか、古将なんかを示している。で、一番上が、まあえー、六高、七万円ですね、そういう形で。 帳、えー、面が編成されているということ、記載されているということになります。「武元町から見た伊賀氏、えー、これは無足以下武元音町無足以下武元音町という原文5年、1740年の八塚家門上から抽出しております。五、えー、人御淵方、五支配十六国、京増、平井富次郎、五人十六国、京増、美浦丹左衛門、 5人16国増、京マ坂田義右衛門5人16国増、京マス大島勘門5人16国増、京マ小沢長作この5人が見えます、えー、5人恩淵方御支配16国あんまり聞かないと思いますちょっとだけ解説させていただきますこの淵っていうのはまあ生活手当のことを示しておりまして まあ、これはあのいわゆる百国とか戦国鳥取りとかっていう稚行取りではなくて藩の蔵から、まあ、毎月お米を支給されてそれで生活をしているまあ侍たちになります。侍とか足軽になります。でここで上がっているのは全て侍ランクになります。うちは生活手当で一人ぶちっていうのはどんだけかというと一日玄米5合での支給になって 360日換算ですので、年に一刻八とくれるというのが一人ぶになります。で、それがまあ、ここで言うと平井さんとか美浦さん、この5人の方は5人ぶですから、一人かける5でなりまして、えー、それがまあ、生活手当として支給される。これ、毎日くれるわけじゃなくて、毎月ですね、毎月、えー、徳島でいうと新大蔵の方にお米を取りに行って、 まあ生活手当をもらっていいるととうことになりますそれから5人恩き方5支配16国5支配っていう言葉なんですがこれ支配地事業地の代わりに支給される、まあ、6のことを支配と言いますでこれはあの夏と冬に分けて支給されるという何だか現代のボーナスみたいな感じなんですけれども、えー、夏と冬に半分ずつ分けて支給されます これは現物、玄米とかお米ではなくて、玄米ではなくて、これはあの差し紙で支給されて、ペーパーでくれて、それを差し紙どんやに売って現金化するっていう形になります。で、5人ぶちは1国8とかける5になりますので、9国。それから5、えー、支配が16国になりますの、ね、で、9国足す16国で25国が実習になります。 わり、えー、とだから伊賀市の方々は給料いいんですね。身入りがすごく良くてというのがあります。でこれだと、縁前舞取りの侍の中で言うと、まあ、上級、一番上のランクに相当するかなっていうぐらい、まあ、もらっている。さらにはの、京マスって書いてあるんですけれども、これは泡で使われているマスより京マスの方が少し大きいものですから、そういう点でも優遇されているっていうことが、この「武元町から。 あの伺い知ることができます徳島藩八塚家の家臣について少しだけご紹介させていただきます。えー、徳島藩の家臣はですね、えー、高鳥、り、治療それから2番目が無足、3番目が無角、3番目は足軽ランクでなす。だから高取り、治鳥と無足、この2つのランクは私分、武士になりまして、無角だけが足軽ランクになります。で えー、高取無息の侍たちっていうのが大体そうですね今でいうと1700件分約1700件分が刑婦刑図まあ成立書とか成立書と呼ばれるその刑婦刑図書きがございましてこれが残っております。まあ、過労クラスとか、まあ、その下の中老の下中 こういう成立書、成立書は残ってないんですけれども、約1700件分の家臣たち、私分の家臣たちの、えー、系府経図書きは残っておりまして、これはあの、えー、徳島大学付属図書館に貯蔵されていますあ。これはあの、戦後ですね、八須賀家,家から徳島大学付属図書館、徳島大学さんが購入されたというものになります。で、これも今から15年ぐらい前にあの公開されまして、 まあ、公開されるときにちょっとお手伝いしたんですけれども、ウェブ上で公開しております。ですから、えー、今日ご紹介しております伊賀市の、えー、こういう系府・経図書き、き成立書もですね、皆さんあの、えー、パソコン、えー、インターネットをお使いでしたら、家、え、臣、ー、成,成立書とか家臣整理書で、えー、入力していただいて、えー、いただくとですね、えー、この系府・経図書きを ご覧いただくことができます。ただし、あの原文書になりますので、えー、活字化はまだされておりません。まあ、もちろん、徳島大学付属図書館にアクセスして、そこからあの、えー、この成田市長成立市長をご覧いただくことがもできます。ぜひ一度、あのこれはあの見ていただくといいかなと思います。えー、それから、無息の格式でございます。この高取りの次、稚、ま、業、あ、取りというのは100国とか1000国とか。 そういうふうに領地、まあ、を与えられて支配しているわけですが、無足は藩の蔵から縁、まあ、前を支給されている侍たちですが、無足の格式は、大御昇格、2番目が中御昇格、3番目が無足諸奉行、4番目が非聴格、5番目が価値格、そして、えー、6番目になりますが、古奉行格、この6つのランクになっております。 伊賀氏はどのランクかというと、下から2番目になります。価値価格に相当するということになります。えーまあ、一応、私文では、侍身分ではあるんですけれども、えー、下から2番目ということになっているわけです。伊賀氏の召し出しです、ね。阿波徳島藩のこのこ伊賀について 具体的にですね、だんだん特徴についてお話しさせていただこうと思っているんですけれども、えー、小卒薬例という、まあえー、資料がございます。小卒薬例というのは、五、えー、大天記念阿波藩民生資料という、その上官ですね、大正5年に刊行された資料集の中に採録されております。えー、過労以下足がにいた、足軽に至るまでの職務やその心得などをし記した、まあ、そういう資料になります。 そこにですね、小卒薬連の中にね、伊賀物っていうのがあるんですね、えー。これはまあ長文なんですけれども、えー、せっかくなので、えー、ご紹介させていただこうと思います。伊賀物でございます。伊賀黄賀はそのもと近江の国より井手て忍びの達人なり。伊賀黄賀はそのもと近江の国より井手て忍びの達人なり。とあります。 えー、諸国へ渡りて松陽、松葉を繁栄す、当お家、まあ、これは須賀家でございますね。八須賀家、当お家の伊賀者は、元運州堀尾山城の神、彼に仕え、かの家、断絶につき、生駒、ぬきの神、どの仕え。これも断絶につき、天陽様、これ、天陽様っていうのは、徳島藩八須賀家の二代藩主になります。二代 藩主、八須賀ただでございます。先ほどから、忠だ様御代御三家数なんていうのが出てまいりましたが、えー、二代藩主でございます。天陽様御代、御島家へ来たり、いかようにも召し使えられ下されたきと願うにつき、伊賀者がですね、八須家を頼ってきて、伊賀者が,が、えー、堀尾家、それから生駒家、 えー、この2つの家に使えていたんだけど、いずれもこう断絶してしまったので、蜂須賀家を頼ってきて、えー、どうか、えーまあ、使いさせてくださいと願うにつきということですね。叱れば、これはあのただてるの言葉対応でございます。叱れば、いかほどの手柄、均衡ありても、立心仰せつけられまし。そうであれば、 まあ、八蜜かたてるは殿様はこう言ったって言うんですね、どれほどの手柄、金鉱石があっても、えー、出世はさせないと。その義特心ならば、召し使え、召し抱えられるべきと、仰せいだされ死に。いかにもその通りにて、苦しからずその運、約束にて、運、歩行、価値に、これは価値いうことですね、召し抱えられた。まあ、八蜜かたてるが、 えー、どれほど手柄があっても出世はさせないぞと。で、そのことを了解するならば、召し抱えて採用しますよと。まあ、えー、言ったというところ。でそれを受けて、この伊賀者はうんあ、その通りで、えー、結構でございます約束で、勝、え、ち、ー、に召し出されたと。お召し抱えられたという。その立身、仰せつけられまじとの司祭は、 その、まあ、出世させないという、えー、その、まあ、事情というか理由,理由はですね、どういうものかというと、あの忍びの達人ゆえ、巧妙、手柄、再現なくをもって、巧妙、手柄、再現なきをもって、えー、であると、えー。格のごとくは仰せ使れることになりと。いか者たちを優遇しない、その理由はどんなこと ところがあったのかというと、これ出てますね、忍びの達人ゆえっていう、忍びの達人だったので、戦での巧妙、手柄、これは再現がないんで、でそうであるので、このような、まあ、採用の仕方を取ったという,う言っているわけですね。まあ、あのまあ、大正の頃の資料集に採録されている、まあ、ものですけれども、すごく注目すべき、えー、言葉が。 ある,あるなあと思いますねこれが八塚忠です。42歳の若さで亡くなってますが、初代藩主、八塚義重の後を継いで、現在6年、1620年に祖父、法安、先ほどあの城下町、徳島城を作って城下町を開いたというのが、八塚家政でございますが、その家政が隠居して、よもぎのいおりで、法安というんですけれども、 えー、1600年の時に関原の戦いの時に隠居した家政これが法案と名乗りますが祖父法案の貢献を受けてこの忠輝は相続した、まあ、過労死を規制や最強奉行、えー、過労が政治を取るスタイルそれから裁判制度などを導入しまして反対性の確立を進めた城下町のですねまあ再編 城下町の再編成なんかもこの二代の藩主を立てるような時代にあったということでちょうどこの人が殿様だった1620年から52年まあ32年間ですけれども、えー、徳島藩のまあ体制であるとか城下町そういうものが随分まあ成長して進展したということでございます。 えー、徳島藩の伊賀氏、まあ、小卒役例の,このまとめになります。これ大事なことなので少しまとめておこうと思っています、えー。4つほどあります。1つ目は、えー、伊賀を退去した後、えー、堀尾山城の神、まあ、これは堀尾忠春、生駒さぬきの神、本当は生駒生きの神高利なんですけど、白料には生駒讃の神と。 これを山城守、生駒さぬき守に使えるも、えー、両家が断絶してしまって、えー、寛永17年、1640年に徳島藩主・蜂塚忠てるにを頼り八塚忠てるを頼り召しか,かえられたということになります。それから2番目が歩行格、価値閣ですね、として採用されたと、えー。価値は無足、ふち舞い取りの侍ですけれども。 下から2番目に当たるそういう侍になります、えー、この価値の六高は一般的に言うと3人ぶち支配8国になりますまあ先ほど見た武言帳だと3人ぶち支配8国どこじゃなくて、えー、5人ぶち、えー、16国なんてもらってるわけですけれども、ね、だいぶ優遇されているっていうのが分かりますでしかもこれは昇進なしだと、えー、いうことですね 徳島藩の伊賀市小卒役例のポイントの3つ目は昇進なしの理由。これはあの今ご紹介しましたが、忍びの達人なので巧妙手柄は再現なしだということが書いてある。これ忍びの達人だという,う認識していたというところは面白いですね。それから4番目が、プチ前は京増支柱なので、まあ、少しだけ優遇されているということが分かります。 これがあの徳島藩の伊賀市小卒薬例のまとめになります。続いて参ります。先ほどご紹介した成立書、成立書から見た伊賀市です。この成立書という、まあ、成立書というものは藩士、まあ、高取り、まあ、治療取りと思いますが、無足の系譜系図書気になります。天保5年、1834年に一斉に、まあ 藩の方に提出させて、まあ、家臣の側から、うん、家臣の側が作成して藩に提出させるということですね。それから、文久元年1861年に書き継ぎを命じて提出させた。天保5年から文久元年までの間の期日をですね、えー、書き継がせて提出させたということですね。藩、え、士、ー、の拡大の均衡書の後に経図を載せて、 まあ各代ごとにであの期日があるんです。初代誰だ二2代誰だいという形でこうやって、でまあ勤務功績、どんなぶどんな役職を務めたとか、でそれで、まあそうですね、えー、お褒めに預かったとか、あるいはまあそうですね仕事に失敗して、えー、処罰されたとかなんていうのもあります。で。 えー、それから末尾には系図を載せて、さらに一番後ろには六高と氏名、それから縄文の図、まあ、家紋、これ、載せてますんで、家紋についても知ることができます。それから提出年月を載せております。提出された、まあ、天保五年、文久元年、まあ、その後明治のものもあるんですけれども、こうやって提出された、藩の方に提出された。 成立,書成立書のほとんどは徳島大学附属図書館が所蔵してウェブ上で公開しているということで、まあ、徳島藩の侍たちのことを考える上ではすごく大事な、まあ、古文書類、資料になります具体的にあの伊賀市の方々の成立書成立書を見ていこうと思ってます、えー、成立書から見た伊賀市、まあ、一番初めは 大島、サンタベ米家、大島家ですね。初代の方は田中勘右衛門とよ呼んだ、田中清を名乗っています。えー、家臣で伊賀役を務めたっていう、そういう、うん、侍になります、えー。六高は五人淵、支配十六国ですね。で、まあ、二代、三代、四代、五代、六代と続いているっていうことです。これで経歴で、この左端が、 初代から六代まで。それからすぐその右側が、えー、田中関右衛門、定かす。田中が正、関右衛門は通称、定かつが実名になるわけですけれども、えー、初代と二代の方は田中を名乗って、三代目からは大島を名乗ってということになります。それからその隣、右は右隣が勝手伊賀役。これは、えー、その田中さんとか大島さんの、えー、役職、 まあ、侍のランクとか役職に職務にに務なりますだから価値を務めていたっていうことが分かるそれから伊賀役、ね、で一番右端が5人中点165人16国と書いてますがこれは5人ぶち支配16国を略して書いておりますで、えー、と4代目の方が、えー、と不祥事を起こして5代目からは3人ぶち支配8国になって でここでのポイントはですね、初代の方、ちょっと太字になってますが、初代の方、田中勘右衛門という人は、寛永17年、1640年に召し出されたということここでこの、この家の大島三田兵衛の成田首相成立書から分かるということになります。ちょっと見てみます。 成立書並びに経図とも大島三田部。これ、表題はこういうふうに書いて成立書並びに経図ともっという形を書いてで、その下にですね、えーそ,のまあ、その時代、例えば文久の頃、文久元年の頃の当主の名前をこれ書くというものです。で5つほどちょっとトピックスがございます。すね、ご紹介いたします。先祖は田中に住んだので田中姓を名乗っていた。これはおそらく伊賀の国かなと思うんですけど 2番目が元気・天生の合戦が盛んだった頃、伊賀には大将はおらず、50機、30機の侍大将が集まり、心を合わせて戦った。これはまあ伊賀にいた頃ですね。伊賀にいた頃は、まあ、元締めになるような大将がいないんだけれども、50機、30機ほどの侍大将が集,めて集まって、えー、そういう連中が心を合わせて戦ったっていう。 3番目が天正九年、織田信長が次男・信勝に伊賀を与えたため、その後、織田家と敵対することになった。まあ、これ、戦うわけですねで。伊賀の者の多くは戦死して、まあ、退散した、ちりぢりになってしまったとっいうことが、この成立書、成立書では記されていますで。伊賀を退いた後、どこへ行ったかというと、浜松城主・堀尾舘脇に召し抱えられて、 さらに関ヶ原の戦いの後、まあ、堀尾家は栄転しますので、松江へ移ったということで。しかし、えー、堀尾家が改役、まあ、お家断絶になりましたので、讃岐の高松の生駒、生きの神に召し抱えられたということが書いてあります。さらに、この5つ目のポイントですが、えー、生駒家が、高松の生駒家が改役になりましたので、寛永17年、1640年に、 八塚家阿波徳島の八塚家けに見せかけられたと、えー。4人ぶち試合14国が9されて勝ちとなったとっいうのがこの大島家、初代の、えー、田中貫園の生き方の、まあえー、と成田首相の記述になります。2人目になります。セ、えー、立ッから見た伊賀シー、サ ソヘという方です。坂田家です、えー。初代坂田義栄門幸太郎。この方はかつて召使出されて五人ぶち支配十六国だったということですね。で、この家は坂田さんのところは八代までです。で、これで見ていただくと、ずっと坂田姓名乗っているということと、それから役職は価値をずっと続けていたわけですけれども、六代目、七代目、八代目は 外役を務めているっていうことこが分かりますで、まあ、5人ぶち試合16国だったんだけれども 7, 7代目の方がちょっと不祥事を起こして、えー、各録召し話になって8代目の方が新たに召し出されて4人ぶち試合7国が救されたということですでここでのポイントは初代坂田義右門定直っていう人は、まあ、先ほどと同じく寛永17年に召し出されたということになってます 具体的に見ていきたいと思います、えー。これも5つぐらいのポイントがあります。成立一な並びに経図とも坂田祖平。一、えー、つ目のポイント、元祖坂田佐島坂田佐島は伊賀の国に住み、相応の家来を持っていた。やっぱり坂田さんのご先祖は伊賀の国に住んでいて、えー、それなりのこう家来を持つような、まあ、まあ、なんていうか、豪族だったとっいうことですね。 2つ目、ところが織田信長に攻められて一族は皆討ち死にし自分は退転した自分はまあ、まあ、一族は散り散りとなって自分は逃れたんだということですね3番目後に堀尾立脇に召し抱えられて堀尾山城の神が病死したために断絶堀尾家は断絶した寛永十年に浪人となったというのが3番目です まあ堀尾家に仕えたけれども断絶してしまって浪人となった。4番目その際、立場は老年なのでせがれ吉右衛門が生駒生き神に召し抱えられた。そうですね、初代あ佐島っていうか元祖佐島っていう方これはだから初代よりも前になるんですね。で、この成立書には、えー、元祖って書かれてるんですけれども。えー その初代にあたるせがれの義右衛門が生駒行きの神に召し替えられたところが生駒騒動、まあ、家中騒動です、家中の混乱ですね、生駒騒動が起こったため生駒家から出て浪人となったとで。寛永17年、えー、徳島藩主・八須賀家に召し出されて勝ちとなった。それが、えーえー、と坂田義右衛門の方。この成立書、成立書でいうと初代になるわけですね。 で4人ぶち1合14国は給されることになったが、この縁前では不足だっていうんですね。で、召し出しを採用を辞退したんだけれども、阿、え、波、ー、の升じゃなくて京末で支給されることになったので、徳島藩士となったっていうことがこれで記されております。これが坂田総平、坂田さんの成立書、成田書になります。 で、成立書から見た伊賀氏3番目です。平井拓蔵、平井さんの拓です、えー。平井さんは初代が平井善大夫という方で、えー、この方はだから価値、伊賀役。大体価値、当然価値で入って伊賀役を5人ぶち試合16国この平井家は9代にわたっております。で、6代目からは、まあ、それまでは、 5代目までは5人ぶち支配16国だったんだけれどもその後は伊賀役も務めていますけれども3人ぶち支配8国に原告されているということが分かりますでこの平井家も初代は寛永17年1640年に召し出されたということが分かりますこれも具体的にちょっと見てみようと思います成立書並びに経図とも平井拓三 これも、まあ、5つぐらいのポイントをご紹介しようと思っています。1つ目は伊賀の国に住み、えー、家来が4五50人ほどいた。これも先ほどとよく似てますね。まあ、平井さんの、平井家の先祖は伊賀の国に住んでいて、家来が何十人か、30人から50期とか、三十から五十期とか、えー、何十人ほどいたとか、まあ、平井家は4五50人ほど家来がいたですね。 で2つ目伊賀の者たちは心を合わせ相談し暮らしていた伊賀の人々はそうですねまあボスになるような人はいなかったんだけどけれどもこういう中小のまあ侍たち豪族たちが集まってまあ、えー、暮らしていたっていう様子、うん、支配をしていたっていうことがここで分かる3番目は織田信長が信勝を対象として伊賀に攻め入り えー、敵対したところ信長は伊賀七つ口より押し込みまあ信長に抵抗したんだけれどもことごとく討ち死にしようやく自分は落ち延びたこれは信長による伊賀攻めですね、えー、この様子を書いておりましてそれまでまあそうですね平穏に暮らしていたまあ者たちが、えー、ことごとく討ち死にしたっていう悲惨な状況っていうのは う伺えるわけですそれで伊賀を脱出して命から脱出してどこへ行ったかというと、えー、4番目のポイントですねその後慶長年中に松江城主堀尾忠明に召し抱えられて50石が給付されたで堀尾家が断絶になったので断絶になったので浪人となったと平井家も浪人となったでところがすぐに高松城主生駒井込生きの神に召し抱えられて 5人ぶち1試合16国が救された。まあ、それも、えー、安穏な日々は遅れずに、生駒家が海域になってしまうので、浪人になったということであります。そして、最後5番目が、阿、え、波、ー・徳島の蜂塚家に召し出されて、4人ぶち1試合14国が救されることになったが、その6高では不足だということで、えー、召し出しを断ったので、 まあ、八須賀家側としては、阿波の松じゃなくて、京松で支給することになって、それを平井家は受け入れたということになります。これが、まあ、平井家になるわけですが、成立書から見た伊賀市の4番目です。これは、美浦達吉家です。美浦家は、えー、初代美浦正右衛門、松行ですね。この方の方役職ラランンクは召し出しランク は不詳でありますが5人ぶち1試合16国です、えー、になります。でそれで、えー、7代を重ねたということで5代目以降は伊賀役というのが見えます。そうですね、淵舞は5人ぶち16国から5代目の方が7人ぶち24国、これはあのすごくおお大きな6をもらっていますねで。ところが6代目、7代目は3人ぶち1試合8国という。 勝ち、えーえー、ランクの縁ちになっていますね。この美浦家も初代は寛永17年、1640年に召し出されております <coughs> あ、えー。5番目の伊賀氏ですね、森脇猪之助家ですね。この方の初代は森脇信五右衛門安明という方で伊賀役を務めたということで、5人ぶち支配16国が旧されています。 この家は3代目からは6人ぶち支配18国、さらに4代目になると6人ぶち19国が救されたということです。で、この家はずっと伊賀役を務めているということがわかります。で、この家も、まあ、ポイントって言いますか、私がこう注目しているのは、初代の方は寛永17年に召し出されて、で、伊賀出身だということです。これは注目点ですね。 6人目、6手目ですが、小沢金助、小沢欽助、小沢家でございます。初代、小沢友次右衛門という方は、勝、ま、ち、あ、に召し出されて、五人ぶち試合16国この小沢家はずっと五人ぶち試合16国を、えー、受け継いでいて、で2代目からは、勝ちに加えて伊賀役を務めていたということで共通してますね。 でこの小沢家っていうのは剣術の先生の家で、まあ、かなり武術に長けた家だったっていうことが分かるんです。で最後の方は確かあのえっ、ー、と犯行の長距離間の剣術指南役を務めているっていうぐらい剣術に卓越した人だったと思います。えっ、ー、と初代の方は慶安3年1650年に召し出されたっていう方で。 これまでとちょっと違って、少し遅れて召し出されたということがわかります。<coughs> 7人目、七人目は、えー、と大島半十郎、大島家になります。大島家は、えー、初代久左衛門以下、5代半十郎に至るまで、えー、5代を重ねております。えー、他の家に比べると、代数が少ないわけですけれども。 それはあの初代、大島勘右衛門、初代の九左衛門という人は、大島寛右衛門という人の弟になります。まあ、つまり文献なんですね。それで、享保7年1722年、江戸時代の中期に召し出されたので、えー、5代を重ねるだけということになっています。ただし、これ見ていただいてお分かりになりますように、えー、価値に加えて伊賀役をずっと、まあ、接襲していたという、そういう家ですね。歴史とした伊賀氏の家かなと思います。 それから8人目、八軒目になりますが、えー、坂田直之助という、えー、家でございます。えー、この家は初代は坂田弥平、勝、えー、値が役、三人ぶち支配八国ですね。この家も6代で割と、まあ、少ないんですけれども、初代の方は坂田弥平って方は、先ほど見ていただきました吉上門の弟になります。だからこれも分家になるわけでありまして、 兵庫8年1723年に召し出されたということになりますで。この家もそうですね、2代以外は伊賀役を務めておりますので、まあ、代々の伊賀氏の家かなということが分かりますね。今、あの成立書から、まあ、伊賀氏についてこう見ていただいたわけなんですけれども、えー、8家ある伊賀氏の家のうち5家までが寛永17年1640年の召し出しということが分かります。まあ えー、8件のうち2件は文献になりますので、だからほとんどが、えー、寛永17年の、まあ、召し出し、採用だということが、まあ、ポイントになります。えー、この成立書から見て分かるところ、成立書、成立書から見て分かるところは、伊賀の国を信長に攻められて、まあ、命からがら脱出しまして、えーまあ、堀尾家、生駒家を経て、阿波の八須賀家に仕えたという、そういうこ まあ、経歴ですね。大島三田部坂田祖平平井拓三、田坂平、井浦達吉、森脇井之介この5家はほぼ共通した記述内容を持っているということはあ共通した記述内容を持っているということが指摘できます、えー、ただ、えー、これこの成田市長整理市から見て思うのは伊賀市の家だとこの8家が伊賀市の家だとされてもですね代々、 東の仕事を務めるわけではないっていうですね。で行列の友を務めたまあ何でしょうか今だったら SP のような、えー、そういう価値を務めることが一般的だったじゃないかなと思うわけであります。まあそういうところはこの成田師匠、まあ、いわば侍たちの経歴履歴書みたいなもんですからそういうものを読んでいくとそういう特徴が分かります。あの 2つほどの特徴としたら、まあえー、と伊賀出身であって、堀尾家、生駒家を経て、八塚家に仕えていたということが1つと、それから伊賀氏の家であっても、代々伊賀氏の仕事を務めるわけじゃなくて、価値を務めることが一般的だったということが分かるわけですねあ。聖書から見た伊賀氏、ちょっとだけまとめておきますと、えー、寛永17年、1640年の飯出し。 ですこれはあのー、すごく大事なことを含んでるかなと思ってまして、えー、元祖は伊賀の国に住んだ豪族であったが天正九年、えー、信長に攻められて一族は討、ま、ち死にし町利事のあって伊賀の国を退去した後に、えー、出雲松江城主の堀尾家に召し抱えられたが、えー、堀尾家が断絶したために浪人となったその後讃岐・えー、佐高松城主の生駒家を頼り召し抱えられたが 寛永17年に同家も開易となったのですぐに隣国の阿波徳島の蜂塚家を頼り価値格で召し出しとなったとまあただ価値格なのだけれども六高は大きく異なって優遇されているということになります寛永17年に召し出された五家についてはおおむね共通する内容がこれでございますいか攻めの後堀尾家生駒家に使い転々とするが 私はここから読み取ることができるとして大事なこととして皆さんにしていきたいのは伊賀の国出身を強調しているということじゃないかなと思っているんですます、あ。信長に攻められて命からがら脱出したんだけれども、えー、自分たちは伊賀の国出身だあるいは、えー、自分の父親とか祖父が伊賀の国出身だということを強調しているというところを注目すべきところかなと思っております。まあ、実際この皆さんも この徳島大学の付属図書館にこの成立書成田書ありますので、えー、原文書を見ていただくといいかなと思います。伊賀市の故障と職務です。えー、少しこう考察って言いますかあの、加えていきたいと思っています、えー。伊賀市って今呼んでまいりましたが、えー、どんな故障があるかというと、伊賀、これは武元帳なんかに伊賀って書いてあります。それから伊賀物っていうのも。 えー、徳島藩植生取調べ書き抜きで活字化されておりますが、えー、江戸時代のまあ中ぐらいから後期にかけてあの作られました草案っていうものの中には伊賀物と出てますそれからこれは藩法宗これは元座り書き抜きっていう果てつかけ文書の中にあるにそれを活字化したものが藩法宗三徳島藩なんですけれどもその1308番完成9年には 伊賀家のものっていう、伊賀家のものっていうのが出ています。これも後ほどちょっとご紹介します。それから同じく、藩法州三徳島藩、1308番の完成9年、同じ資料の中には、伊賀役っていう言葉が出ています伊賀。伊賀家のものとか、伊賀役っていうの、ちょっと変わってるなと思います。それから伊賀氏ですね。これは一番初めに紹介しました、島々町名改め目録。 これが伊賀市っていうことになって、これは後にだから近代の地名として継承されていくっていうことになるわけであります。伊賀市の職務でございます。まあ伊賀市、まあここで押、まあえー、しなべて使わせていただいていますが、伊賀市なんですが、伊賀市の職務はどんな仕事をしていたか、どんな職務であって、どんな仕事をしていたかということなんですけど、やっぱり 改めて見て思うのは、一般的に言うと価値的な仕事、価値ですね。えー、ところがあの、原文3年、1738年、ちょうど江戸1代の中期ですね、原文3年、享保の後になりますけれども、1738年には、えー、このように伊賀市の者たちに、まあ、仕事について出されて、仕事について、えー、命じられて。 イガモの8人の者たちは、これはイガモのって出てますね。えー、イガモの8人の者たちは、今までは価値一般の仕事を命じられてきたけれども、えー、今後はこれまでの業務を外して特別な仕事を命じる。何でしょうかね。これまでは価値の仕事をしていたんだけれども、これからは特別な仕事を命じるというふうに思います。8人の者を 伊賀者8人のものを4番編成として毎日2人ずつ1人は徳島城へ上がりもう1人は月番の潮木画廊の屋敷に出資することとするということになっています。でこれがだから、まあ、江戸時代の中期に伊賀、まあの伊賀氏たちに与えられた仕事になりました。まあそうですね。 般よりもよりこう専門に特化したような、ええー、匿名を受けた仕事を行うようになっていたっていうのが伺うわけです。殿様が出発する場合には、本陣において根津の番を務めたって言いますから、まあ、これもだから価値的ではあるんだけれども、この伊賀者にとっては特別な仕事を命じられているっていうのはわかりますね。 これは三友の面絵巻という徳島県立博物館所蔵の、まあ、参勤交代三友です、御友ですね、に連なるってことで、参勤交代の行列を書いた巻物がございまして、ちょうど真ん中にございます、これは殿様の乗り物ですけれども、こういう殿様の友周りをの警備を務めるのが、まあ、価値であった。で、おそらく、えー、この価値、 なんだけれども、伊賀者、伊賀氏はこういう、えー、守りを固めるような仕事をしていたということはわかります。伺うことができます。それから先ほどから出てきている伊賀薬っていう言葉なんですけど、ね、これがすごく変わっております。伊賀薬っていうのは高田豊てる、郷土史家の高田豊てる先生が、えー、表した阿波金世用語辞典によるとですね、 えー、伊賀氏や豪宅の価値に臨時に命じた忍びの職務これ伊賀氏の中でも伊賀役を命じられない者も,もいたわけだけれども伊賀氏や豪宅、まあ、在方のほうに住んでる価値に、えー、臨時に命じた忍びの職務これが伊賀役だと、えー、他藩の内情具体的に言うと他藩の内情を探りあるいは藩内市民武士や民衆ですね、えー、動向を調査し あるいは犯人の探索などを行ったのが伊賀役の仕事だと。大変興味深いところが書いてあります。天狗の仕業に見せかけて暗殺した疑いもあると、この阿波金星擁護事前にあります。あ高田先生にこの具体的にこう出典を聞いてみたいところなんですけれども、こういうだから探索の仕事に当たるとともにこう暗殺の仕事をしたというふうに書いて 記録されている。伊賀役は特殊の特殊な探索業務であるということはわかります。まあ、暗殺業務は注目されるわけですけれども、具体的な事例が知りたいところであります。えー、この伊賀薬との関係が注目されるんですけれども、私あの八つ掛け文書ご登録あ八つ掛け文書で、えー、鹿島長と厳城の控えというまあ、古文書があります。 ちょうど完成の頃ですから、1790年の頃に、えー、これは城下町、徳島に密帝を派遣して、えー、徳島市中を探索をしたっていうことがあるんですが、その密帝たちはどういうふうに呼ばれていたかというと、ご当職、お手先御用と呼ばれていました。ご当職っていうのは、塩基ロウのことをご当職と言いますけれども、塩基ロウの手先の御、えー、用を進めた。 つまり鹿島長戸っていうのは塩木蛾牢、カロになるんですけども、その城下町で集めた細かな情報、探索した細かな情報を江戸に送って、江戸にいる殿様に報告していたということなんですけれども、これはでも伊賀役とは直接は関わらずに、別な者たちがどうも勤めているようであります。だからいくつも伊賀役、探索を行うような役目を負うものが、 いたんだろうけれども、その中でもプロはこの伊賀氏などが、えー、命じられた伊賀氏たちが務、えー、めるこの伊賀役なんていうのは特別なものだったんだろうなと思います。その様子っていうのは次の古文書でよくわかるんです。伊賀役就任聖子と伊賀家の者のってこうなんですけれども伊賀者の御用聖子っていうのがありましてまあ 寛政九年1797年ですね、藩蜂舟三徳島藩1308万、これはあの先ほどご紹介した通り、蜂蜜県文書でいうと、元随割り書き抜きに当たるわけですけれども、えー、どんな内容かというと、安永四年1778年に坂東上門は価値に加えられた。いか役を命じられた、まあ、価値を命じられた坂東上門が、 さらに伊賀役を命じられた時に、御用政使を命じられたってですね。これ、だから、伊賀役を命じられ拝命した時には、御用政使を、えー、差し出すって。差し出すことになっていたということはが分かる。伊賀家のものであれば、これは申し付けない。これは面白いですね。竹から伊賀役を命じられれば、御用政使を命じる。 用、えー、子の場合もこの御用精子を命じるって書いてあ。これはちょっと補足しますと、この精子、御用精子、精子っていうのは、誓、えー、う紙と書きますけれども、この重要な役職や藩士の近くに、まあ、近似する役職に就いた侍たちに提出させた忠誠を誓う欠板状でございます。これ欠板ですね、欠板状になるんですが、これがあの御用精子すで 藩主の出荷に随行するので精子が必要だったわけだけど伊賀役っていうと、だからこの場合の伊賀役は探偵とか、えー、先ほどの探索とかっていうよりは殿様のお供をする重要な役職なんでしょうね。で藩主の出荷に随行するので精子が必要だったんだけれども伊賀家のもの、これは言い換えると代々、 伊賀家代々、伊賀家のものでしょうね。代々こう継承している伊賀家のに生まれた場合には、えー、免除されたということで、これはだから養子で入ると、これ、御養成師必要なんだけれども、その家に生まれて育ったものは、この御養成師は免除されるということで、この伊賀の家筋がですね、すごく重要視された、特別視されたということを示す。 えー、文書かなと思って注目しているわけであります。はい、終わりでございます。四、えー、つほどまあこれで徳島の伊賀について伊賀市について、えー、分かったことがあります。それをこう改めて、えー、こう確認しておきたいと思っております。 一つ目はあ、徳島藩の伊賀者は価値格の武士だった。これはあの足軽ランクでもなくて、歴ッとした徳島藩の伊賀者は武士だったっていうことこれは改めてに指摘できるかなと思います。まあ、ただ価値格になるということですね。で、二つ目、その徳島藩の伊賀者はどんな仕事をしていた,いたかというと、価値と同じく藩主が外出する際の 家歌と同じく殿様が外出する際の警護などを行った、えー、そういう諸君を受け負っていたということがあります、まあ。後にだからまあ、江戸時代の中ぐらいに、この普通の家手とは違ってお城に上がったりとか、塩木画廊に上が塩木画廊の役職にや役宅に上がってまあ、警護をするような形で、ちょっと家詞とは違うようなことになってくるんだけれども。 えー、多くは歌事と同じ仕事をしたということでしょうね。それから3番目、えー、それとは別にですね、伊、ま、賀、あ、薬っていう、まあ、ここで、まあ、ちょっと確認しておきたいのは、伊賀市とか伊賀物とか伊賀っていう言葉があるんだけれども、それとは別に伊賀薬っていう、これはあの探索などにあたる、まあ、探索とか、あるいはそうですね、えー、さそうですね、 殿様の筆画のお供をするのも、これ伊賀役って入ってるから、これちょっと微妙なところですけれども、わかりやすく言うと探索などにあたる職務を果たすっていうのが伊賀役なんでしょうけど、まあ、通常の歌詞とは違って、殿様のお供の随行をすることも伊賀役と言えるわけですけど、まあ、こういう三つがあります。それから、えー、改めて、この伊賀たちの 経歴を見てみ伊賀氏の成立書を見ると彼らの成立書を見ると織、えー、田信長に責められて伊賀から脱出し松江高松徳島と移動したという共通点共通項が指摘できますこれこれはどう考えるかっていうことなんですけれども これ、配送はしたんだけれども、織田の大軍と堂々と渡り合ったっていうことは、えー、彼らにとっては、まあ、自慢だったんじゃないかなというふうに考えられます。先祖が伊賀出身であるっていうことは、徳島藩の伊賀氏にとって、まあ、えー、輝かしいステータスシンボルだったのではないかと私は思うわけであります。それなんで、えー、伊賀出身だっていうことを標榜するんじゃないかなと。 どんどん前面に押し立てていということなのかなと思います。さらに言うとですね、江戸時代の人々は、イゴアモノは特殊能力を持つ忍びのエキスパートと認識していたはずじゃないかなと思うんです。だからこそ、イガシやイガ役などという言葉が、まあ、イガをつけた言葉が使い続けられた。だから まあ本当に特殊能力があるかどうかはちょっと分からないんだけれども普通のやっぱり侍と違って、あのー、そういうの、まあ、ある種の能力を持っていたのではないかっていうのは江戸時代の徳島の人々がこうそういう認識を持っていたのではないかっていうことが今回の、まあえー、講演といいますか私のささやかな調査で分かったことかなと思ってます。 徳島藩のこう伊賀市を調べてみて思うのは、すごくやっぱり面白いなと思っています。こういう侍がずっといて、今でも地名が残っているということは、えー、徳島の歴史を知る上ではすごく大事だし、それから、えー、三重県、伊賀の方々に、こういう伊賀市とか伊賀町があるっていうのが、知っていただくっていうのは、すごく面白いかなと思っています。まあ、よかったらまた徳島においでいただけたらと思うことであります。 これはあの徳島城の表御殿の庭園でございます。えー、本当にご清聴ありがとうございました。以上で私の講座を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 こんにちは椎名桔平です私のふるさと三重県伊賀市は大阪と名古屋の中間にある自然豊かな城下町です世界に通用する日本のクールコンテンツ忍者の聖地伊賀ですねはい他にも全国に誇る特産品がいっぱいあります皆さん魅力あふれる伊賀市に是非お越しください